坂木原氏は日本の氏族の一つ。清は源氏二騎士流の坂木原氏は伊勢国発祥の氏族である。室町時代前期の北伊勢守護であった二騎吉永の九代の後裔清永が伊勢国一氏軍坂木原村に移住し、この地名を取って坂木原を合したことに始まる。清永は坂木原城を拠点とした。清永の子、宇じつは、 北畠家に属したとされ、永六年間に山和国で戦死した。宇じつの子、行武将友、行武将友の子、三左衛門城まで代々酒木原城を根拠とした。天正四年に北畠氏が滅んだ後に三左衛門の城は織田信長に属した。天正十二年には織田信金に仕えており、伊勢国安義軍中山に移ったと言われる。三河国の酒木原氏は、 中世に三河国を拠点とし、江戸時代に不代大,大名となり、維新後に家族の死者家に列した家である。家門は、源氏社。聖は源氏二期支流の坂木原氏の一族とされ、関英書家系図連には二期吉長の子孫であることが記されており、反官府によれば、四季武将優宮本康政は、伊勢の二期が流れなり、右京大部議長の公員、 一主軍坂木原の住人、七郎衛門清長、三河国に移りて、源のクランド殿、松平近田だ、に仕え立て祀るとある。関政府にも、坂木原清長が伊勢から移住したことが記されている。伊勢名称氏は清長が三河国に移り住んだ時期について、疑問があることを記している。また三河に移った坂木原氏にも、複数の系統があり。 後年大名になった榊原氏はその中でも文家筋だったとする可能性もある。戦国時代には松平氏に仕えたが、後に類進する榊原家は松平氏参加の坂井忠敬に仕える、陪信であったとされる。坂井忠敬は三河一向一期と同時期に居城を中心に松平家に反旗を翻し、代わって榊原氏は、 松平家に組みして先行を挙げた。ただしこれ以前から榊原康政が家康の故障に取り立てられているため、三河一行一期以前から榊原家は売身の域を超えて松平本家と直接の関与があったと思われる。三河一行一期で偉人を飾り、旗本先手役を新設した徳川家康に抜擢された康政は、 本田忠勝と並んで頭角を表すと徳川四天皇、徳川十六神将に数えられ、上の国立林藩主となった。安政の子孫はこの藩祖の功績により、江戸幕府において有力な譜代、審判となる。安政の子である高章は、死死なきまま、大阪の陣の際に、持病の字が悪化して死亡した。坂木原家は断絶しかけるが、 徳川家康の介入により、交渉の調兄で、母方の大須賀家を相続した、大須賀忠政のこの忠字が、榊原家を継承した。これにより大須賀家は断絶した。後に、交渉には、勝政という隠し子が存在し、榊原家の重臣だが、意図的にこれを隠匿していたことが発覚した。伝承では重臣たちは入るされたとされているが、幕府の記録ではかえって、 徳川秀忠より所領を与えられて、お付き人の祖になったと伝えられている。後に勝政は幕府に取り立てられ、この代より旗本榊原家となる。中児の孫の聖林が死死なきまま19歳で死去し、榊原式部大輔家は五代で一度断絶しかけた。しかし、親族の大名家による加盟存続活動が実を結び、前述の旗本榊原家より、 養子の聖国が入り断絶を免れた。その子の正助の死去の際にも、勝政家旗本坂木原家から正峰が末期養子に入っている。坂木原正峰はしかし豪勢な遊びを幕府に、とがめられ、本来改役処分となるところを撤去、隠居及び越後高田藩への懲罰天法処分とされた。その後を継いだ正巣は、正峰の死後間もなく要請し、またも、 断絶の危機を迎えたが、幕閣から内密の了承を得て、死んだ、清純の身代わりに、弟の正江を密かにすり替えることで存続した。これら懲罰などを重ねつつも、坂木原家が取り潰しにならなかったのは、半祖、安正の功績が考慮されたことと、最初の断絶の危機の際に、家康が、直々に、家の存続を命じたことで、 以降の幕府もその例に習ったものと考えられる。幕藩体制下では、下記のように様々な藩地に転望されているが、越後高田に入って、以降は落ち着いた。越後高田藩第六代の藩主、坂木原正隆は、不代大,大名の立場もあって、戸博伏見の戦い直後の頃は、政府に対して、徳川家改役を免除するよう嘆願しつつ、 徳川義信に対して政府に謝罪すべきことを還元するという愛想官位会の立場を取っていたが、砂漠派の旧幕臣、小屋作左衛門の隊が、高田藩の領内を通過して、官軍の終わり藩軍や松代藩軍に攻撃を仕掛けた事件が起き、高田藩は終わり藩や松代藩から休弾された。高田藩が古屋隊を強襲したので、高田藩の関与の疑惑は、 不問となったが、この一件で尊王の立場を明確に示すことが必要となり、官軍の先方として参戦し、長岡藩や合津藩との交戦で大いに先行を挙げた。母親戦争終結後には、松代藩と共に降伏した合津藩士の御和ずを命じられる。明治2年6月2日に、母親戦争の軍港により、坂木原正隆に1万国の商店録が衛生化しされた。 反席法官により、同月18日に、政経は高田藩知事に転じ明治4年の廃藩知見まで務めた。高田藩が政府に届け出ていた藩札は15万両だったが、廃藩知見後、柏崎県で旧高田藩藩札を整理したところ1万3000両以上余分に発行されていたことが発覚。関係者の取り調べの結果、旧高田藩会計方が、 規定額より3万両多い反殺を貸し付けることとで、利息を取っていたた。ここが判明したこの九段の処分は、柏崎県の後ろ身の新潟県に任されたが、県令、楠本正隆は直接犯行に及んだ、旧藩主8名を逮捕して、禁錮70日間に処しつつ、旧藩主榊原政形については、政府への忠誠と功績を評価して、今更責任を問う必要なしと、 寛大な処置を取りふ問にした。坂木原正隆は、明治2年の家族制の成立とともに家族に列した。明治17年の家族令の施行により、家族が5尺制になったが、旧高田藩の、元米は48,410国だったため、旧大名家から伯尺に選ばれる基準である、元米5万国にはわずかに足りず、四尺に列した。整形には、男子がなく、 はじめ岡田家から生前を養子に迎えた。後に、婿養子とした旗本榊原家出身の榊原、正和が家督を継いでいる。16代、正春は東京帝国大学法学部を卒業し、貴族院議員。邸宅は東京市杉並区泉町にあった。大戦中は台湾宅職会社に勤務。戦後は企業の法律顧問を歴任した。 原頭主の十七代、榊原正信は、会社社長の傍ら、坂木榊原ゆかりの四年持ち回りで三十年以上、実施している、地方創生意見交換会にも参画している。榊原家系図みと藩士の榊原氏。榊原清正の外創村、医師の照明が榊原を称したことより始まる。証明は、三戸藩主、徳川光国に仕えた。証明には、 男子はおらず、聖火の石の家から厚里を養子に迎えた。厚里の娘美恵は、徳川宗元の側室となり、春森を生む。厚里の原村、寺氏厚は、天狗島の乱にて捕獲され、小川藩にて切腹した。聖は源氏に騎士流の坂木原氏と同族とされるが、詳しいことは分かっていない。家父に、佐藤正光の末、主計上記十、一主軍酒木原村に従事。 その次男、藤次郎も当時、坂木原親子をとす。その五代の孫、摂津政主婦生主婦頭帝生、主婦東清正、摂津森正光、摂津森忠治、摂津森忠政とある。坂木原忠司生は、元協定と言い,い、北畑氏に仕えた。後に、三河国抜方軍山中里に移り松平近志氏に仕えたと言われる。 関西系府にはこの氏族を二十四家を掲載している。家門は、八本骨、源氏社、藤友へ。江戸幕府幕臣の榊原氏で治療は二千国。花房職衆の次男、元直が家康の命令で、榊原に改めたと言われる。家門は、源氏社、蛇の目。幕末の剣豪榊原かに吉と、東京女子医科大学の教授の榊原茂るとその、 長兄の榊原通る、次恵の榊原天音、末弟の榊原博などはその光栄である。伊伊の氏族である、奥山太郎行事家の子孫、笹ヶ瀬作右衛門吉次の次男、作大部直政が榊原を称した。家紋は、源氏者、藤友恵。伊勢下空の社家である。区内人物企家系に、三日式物の意味、榊原氏、渡来生と見える。ありがとうございます。